はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、むくみの改善エクササイズということで2種目紹介しますので一緒にやりましょう。まずむくんでいる人の原因がですね、足の甲を触った時にぷよぷよしている人、または膝の上がぷよぷよしている人、あとはすねをですね指で押さえて白くなる人、そういった方はむくんでいますので今回のエクササイズがぴったりです。で、むくみの改善としてはですね、基本的に負荷をかけないで動かすっていうのがベストです。プラスアルファは心臓よりも足を上げる、そうすることでむくみの改善ができます。むくんでいる人がですね、今回のエクササイズすることでたったの1分程度で 1,2 センチぐらい改善するっていうこともありました。なので今回のエクササイズできればですね、寝っ転がって一緒にやりましょう。で、スクワットとかふくらはぎの筋肉を動かすっていうことももちろんむくみ改善にはいいんですけども、やりすぎてしまうと逆にむくみやすくもなります。ですので負荷がない今回のエクササイズがぴったりです。ではやっていきましょう。寝っ転がった状態でですね、足を上げます。できれば膝を伸ばしてください。硬い方は膝がね少し曲がっちゃうと思うんですけども、曲がるよりは伸ばして少し斜めにしてください。で、この時に腰が浮いてしまうと腰が痛くなったりもするので、お腹引っ込めて腰をつけてください。ここからつま先をしっかり伸ばす2秒、つま先をしっかり起こす2秒、これをまず10回いきましょう。いきましょう。1、2、1、2、1、2、1、2、つま先同士が開かないようにしっかり足を閉じてください。できるだけとにかくつま先を伸ばす、とにかくつま先を上げる、ふくらはぎを大きく動かしてください。あと2回いきましょう。はい、 OK です。今度は太ももを動かしていきます。イメージとしては寝てる状態でスクワットです。こういう感じです。ももを胸につけるイメージで、ここから足の裏で天井に向けて伸ばす感じです。こういう感じです。これでももを動かします。10回いきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK です。最後に5秒間ほど足の力を抜いて足バタバタしてください。いきましょう。1、2、3、4、5、お疲れ様でした。むくみが改善されたかどうかっていう簡単な感覚としてはですね、足を上げて最後足を下ろしましたよね。その時に少しね、ヒヤーという、こう血流がヒヤーというね感覚があった方はむくんでた方です。もちろん何もなかった方はですね、むくんでないっていうことにもなります。やはり今ですね、家で自粛してる人も多いと思います。あんまりね、足の筋肉動かしてないとですね、むくんでしまうので 2,3 時間に1回とか朝晩とか今の分をしてください。頑張った方、勉強だったら、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。チャンネル登録されてない方はですね、効果的な短編なエクササイズをこれからも載せていきますので、メリットデメリット、あなたに合った動画を必ず見つけることができます。今回もご視聴ありがとうございました。